林島新任3月は、国崎半島にあった、文国にぐ東軍綱、井村の昭屋。明和八年、父新衛門が没すると、新任は7.8歳にしてその後を継ぎ昭屋となった。安永七年、十五歳の時に新任は高尾池の築造に取りかかる。綱井村は干ばつに襲われて困窮し、水の確保が重要な課題であった。村内の高尾には、 七神衛門が築造した新地があったが、水が溜まらず、使用されないままになっていた。森林は地盤を深く掘り進めるとともに、堅固な堤防を築き、この新池を再興したのである。高尾池は、堤高16.2メートル、堤町長118.0メートルで、貯水量は7万立方メートル、樹液面積は56.0ヘクタールに及ぶ。森林はまた、 以前からあった他の池の整備もいったほか、高尾池と美狭間池、古池と美狭間池を結ぶ水路も整備して、複数のため池を連携して、用水を公平かつ効率的に分配するシステムを構築した。また後には、きつき班の水道方として、生涯用水供給システムの整備に尽力した。 明治34年8月には、茅島新人の功績を称えた石碑が、庄屋屋敷屋と近くに混流された。また、高尾池のほとりにも石碑が混流されており、毎年7月1日に、池祭りという感謝祭が取り行われている。茅島によって築造された、高尾池をはじめとする、ため池群島によって形成された国崎半島、宇佐地域の農林水産業のシステムは、 国崎半島、宇佐の農林水産循環システムとして2013年に世界農業遺産に認定された。ありがとうございます。